平和だな。のどかな村での生活、大した事件もなく流れていくだけの毎日。はっきり言えば退屈だ。とはいえセイラはそんな暮らしに馴染んでいる。俺を兄だと思い込み、安心しきって眠っている。本当は他人だから騙していることになるが。まあいいか。お兄様どうしました？いや、何でもない。起こして悪かったな。もう起きる時間ですから。言い忘れるところでした。なんだ。おはようございます、お兄様。おはよう、セイラ。いつもの朝なんてことない一日の始まり。悪くはないが退屈だ。退屈だけど悪くもない。世界を飲み込んだ大濁流のせいで誰もが記憶をなくした。光の戦士もカオスも忘れられた今、パラミティアに希望の物語はない。だが物語があろうがなかろうが、人の暮らしはさして変わるものじゃない。生きるために、食べるために、今となっては俺も例外じゃない。さあ働くか。お兄様、今日はどんなお仕事？どうだかな、まだ何も頼まれてない。いつもと違う仕事だといいですね。村が大騒ぎになるようなやつな。お兄様、じゃ行ってくる。頑張ってください。私も頑張りますから。頑張るって何を？家事とかをです。もう十分頑張ってる。ありがとうお兄様、行ってらっしゃい。厄介なのに捕まった。面と向かって言うんじゃないよ。正直なのはいいけどね。ちょっ
と手伝ってくれないかい。薬ができたらあんたにも分けてやるから。俺じゃないとダメなのか。もちろんあんたじゃないとダメなんだ。言い切る根拠はどこにあるんだ。細かいこと気にしちゃダメだね。でどんな用だ。頼まれてくれるかい。ありがたいね。ほんと助かるよ。列車、二人で薬草集めだ。私についてきておくれ。元気いっぱいで何よりだ。手伝いなんていらなくないか。おい、あんまり先に行かないでくれ。魔物もいるんだ。いざって時は守っておくれよ。危なくなったら頼りにするよ。危なくならないようにしてくれ。ところで最近どうだい。セイラとはうまくやってるんだろうね。急に何だ。あんたたちが気になるんだよ。あんたは不愛想で気が利かないけど悪い子じゃないってのは見てわかるからね。そりゃどうも。セイラはあんたを頼りにしてる。まああんたも面倒を見られてるんだろうけどね。そうだな。でもいつまでもセイラに頼っちゃいけないよ。そろそろ身を固めるのもいいんじゃないかね。隣の村から見合い話をもらっててね。待て、何の話だ。いいじゃないか、会うだけ会ってごらんよ。とりあえず会ってみて嫌なら断りゃいいんだ。とってもいい子らしいよ。勘弁してくれ。ご苦労さん。これだけ薬草があれば十分だ。薬ができたら持っていくからね。ああ見合いの話だけどね。断る。セイラも寂しがるだろうし無理にとは言わないよ。いいかい、あの子のこと大事にしてやるんだよ。おせっかいなのは百も承知さ。でも
あんたを見てるとね、なぜか放っておけなくなるんだ。私にも昔こんなせがれがいたんじゃないかってね。大濁流の前のことなんてこれっぽっちも覚えてないけどね。みんな何かを失っている。それも俺のせいか。自警団員殿、いいところに来てくれた。大事な畑を荒らされちまってよ。野菜は無事に見えるが。やられたのは土だ。魔物に養分を吸われてカッサカサよ。作物に手を出さないってことはよっぽどまずい野菜だったか。こいつめ、そこまで言うならもう二度とうちの野菜分けてやらねえからな。ご勝手に。土食いの仕業だな。ああ、許しちゃおけねえ。ここは大濁流の後苦労して荒れ地を耕した畑なんだ。やっと作物が実るようになってきたのに魔物に荒らされるなんてよ。なあ頼む、どうか土食いを退治してくれ。もちろん礼はする。わかった。大濁流の話は苦手だ。責任があるから。
お疲れさん。ちっと休んだらどうだ。ああ。だいぶ片付けてくれたようだが、奴らは倒しても倒しても出てくるな。そうだな。数が多すぎる。あんな魔物がこうまで増えるはずないんだが。そうなのかい？さすが自警団だ。魔物に詳しいんだな。ま、どんだけ魔物が湧いて出ようが、あんたなら楽勝だろ。あと少しよろしく頼むよ。簡単に言ってくれるな。大濁流のせいなのか、パラミティアの魔物も変わった。昔と性質が違ったり、新種が現れたり。ま、みんな記憶がないから、魔物の変化を気にするのは世界で俺一人かもな。助かったよ。この礼はちゃんとしないとな。後でうちの野菜を持ってくよ。ご自慢のまずい野菜をか。そいつは食ってのお楽しみだ。もうそうだ、ついでにこれもあげよう。畑を耕していたら出てきたんだ。で、覗いても俺には何も見えんかった。でもあんたなら何か見えるかもしれんぞ。魔物を倒して野菜をもらう。村のご近所付き合いにそこそこ馴染んでいるなんてな。昔の俺が見たら笑うだろう。今の俺だって笑いたくなる。ルーンか。俺を巻き込むな。来たぞ、魔物退治の依頼だ。気合い入れていくぞ。まず落ち着いてくれ。魔物はどこだ。村から少し離れた場所だが、だんだん近づいているらしい。俺たちで食い止めるぞ。他の連中は。出陣の支度だ。すぐに戻る。お待たせしました。武器や防具は問題はないか。装備は問題ない。問題は俺たちの実力だな。そこは気合と根性でどうにか。俺に根性があると思うか。
よし、じゃあ行くか。まあ退屈な雑用より魔物退治の方がマシだな。せいぜい楽しむさ。相変わらずすごいな。どうやったらそこまで強くなれるんだ。さてどうだったかな。大濁流の前のことじゃ聞かれたってわからないだろう。記憶がなくても強いってのは体の戦い方を覚えてるのかね。体が覚えてるってことは兄貴は昔戦うことが仕事だったんじゃないか。騎士とか用心棒とかさいやいやいや、悪いが騎士は似合わない。そりゃどうも。なら俺は元用心棒か。どうかな、そっちも似合わない。それもそうだな。兄貴の性格的に人に雇われる用心棒は向いてないよ。そういうお前は用心棒より下っ走りの小僧が似合うな。務まるか、真面目に働く柄じゃないだろう。ひどい。仕事が面白くていい先輩に恵まれたら俺だって真面目にやるって。魔物退治の最中に緊張感のかけらもないな。ま、聞いていて飽きないが。先輩、そんなに過去って気になるもんです？そりゃなるだろう。自分がどんな人間だったか思い出したくないか。そうですかね。俺は今に満足なんですけど。仕事はともかく毎日楽しいし、セイラは可愛いし。お幸せそうで何よりだ。でも普通はモヤモヤ引っかかるものさ。自分は昔、今とはまるで違う暮らしで大切な人がいたかもしれない。なのに全部忘れて思い出せないのかな。うわあ、俺にも恋人がいたってことか。覚えておきたかったな。幸せそうで何よりだな。相手もこっちを忘れてるんだ。自分だけ覚えてても辛いんじゃないか。おお、深い。昔なんかあったんすか。かもしれないが忘れちまったな。気楽そうに見えて、三人とも大濁流で記憶をなくしたことについて自分なりに考えている。記憶が残っている俺は黙っているしかない話題だ。考えてみたら記憶がないって困るっすね。今さら気づいたのかよ。何も考えてないだろう。それがいいんじゃないのかね。自警団の仕事で村の人らと関わっていて気づいたんだがな。なんというかみんな考え込んで不安なんだと思うんだ。俺は不安、ついつい考えてしまうんだよ。大濁流で忘れた過去をな。自分は昔の方が幸せだったんじゃないか、今よりもっといい暮らしだったんじゃないか。昔をもって考え込むうち
今の生活が色褪せて見えてくる。お前もそうだろ。村の自警団なんて退屈極まりないはずだ。別に。ごまかすなよ。あんたほどの凄腕がこんな田舎でくすぶって退屈じゃないわけがない。兄貴はいっつも退屈そうだから、俺精一杯気を使ってるんだぞ。嘘つけ、何も考えてないだろうが。退屈を見抜かれていた。口に出して言ったつもりはなかったが、まあこれだけ一緒にいれば普通気づくか。だとすればセーラもきっと俺の退屈に気がついている。結構強くなった気がする。そうだ、なくした記憶を探す旅に出ようかな。腕に自信があるなら次はお前一人で魔物退治だ。それきつくないっすか。一人で戦えない奴に旅は無理だな。どうせ旅したって過去なんて分かりゃしない。まあ確かめようがないもんな。消えた思い出にこだわるより今を考えて生きた方がいい。前向きだな。皮肉にしか聞こえないぞ。俺だって本当は記憶を取り戻したいが、無理なものは無理だからな。振り返っても何もないなら諦めて前を向くしかないってだけさ。そんなもんすかね。記憶をなくしたみんなの中で俺一人過去を覚えている。ある意味俺はみんなの記憶を奪った。そんな事実がいつかバレたらみんなは俺を憎むだろうか。あ、おかえりなさいお兄様。今日は早かったですね。早かったらまずかったか。そのちょっとこれから用事があって。大した用ではないんですが。邪魔したかな。大丈夫です。すぐお昼ご飯を用意しますね。ああ、セーラは何か隠している。そりゃまあ俺に言いたくないことがあっても別におかしくない。ああ、おかしくはない。
すみません。今日サボテンダーを退治しませんでしたか。僕のサボタンがいないんです。まさか倒してないですよね。サボタン、魔物か。魔物じゃない。サボテンダーのサボタンは僕の大事な友達です。一緒に暮らしていたのに今朝から姿が見えないんです。まさか自警団の人たちに退治されたんじゃないかって。気の毒にな。やっぱりサボタン退治ですか。はぐれて気の毒ってだけだ。こうしてはいられない。サボタンを助けないと。お願いです、手を貸してください。早く助けないと。可愛いサボタンがどんな目に遭うか。お願いします、お願いします。ったく、分かった、もういい。一緒に探してやるから泣くな、うっとうしい。ありがとうございます。待っててくれサボタン。サボタン、サボタン。サボタンの特徴は？とっても可愛いです。具体的に頼む。具体的に？そうですね。大きな瞳で黒目がちです。サボテンダーはみんな黒目だろう。はとっても優しいんです。なんだって僕の命の恩人ですから。大濁流のすぐ後、行くあてもなく死にかけていた僕を導いてくれたのはサボタンなんです。そうか、あんたが大事に思うわけだ。
それからずっと一緒でしたから、サボタンがいなくなるなんて考えたこともありませんでした。だから初めて気づいたんです、一緒にいて当然のサボタンがいなくなるって、こんなに物足りないなんて。いて当然のがいなくなる、そうだな、物足りない。セーラはいないのか。うん、お兄様へ散歩に行ってきます。散歩ね、また森か。これは心配なんだろうな。心配されるのは好きじゃないのに、俺はセーラを心配している。笑えてくるね。サボタン、どこにいるんだい。見つけたらもう離さない。たくさん甘やかすからね。甘いとつけ上がるんじゃないか。楽しみですね。つけ上がったらきっともっと可愛いですよ。好きにしてくれ。
けの光だ。まばゆく照らせ。明けの光だ。こなした試練の数が違うさ。サボタン、心配したんだよ。どう見てもただのサボテンダーだが、そいつが本当にサボタンなのか。正真正銘僕のサボタンです。ありがとうございます。まあよかったな。はい、さあ帰ろうサボタン。目いっぱい甘やかしてやるからな。もう二度と一人で出歩いちゃダメだぞ。世の中にはサボタンを狙う悪いやつがいっぱいいるんだ。今後サボテンダーと戦う時は気をつけないとな。おかえりなさい、お兄様。ただいま。今日はどうでしたか。あれこれと雑用、魔物退治と雑用、何でもよろしく雑用。良くも悪くもいつも通りだ。それは何事もなくて何よりです。セーラはどうだ、散歩したんだろ。ええ、楽しかったですよ。ならよかった。ただ森は気をつけろよ。はい。すぐに夕食にしますね。休んでいてください。たくさん働いて疲れているでしょ。悪いな。俺は退屈しきっていたが、あまり言わないように気をつけていた。セーラがのんびり暮らせるなら退屈な村も悪くない、そう思い込もうとしていた。でも自警団のみんなは俺の退屈に気づいている。セーラもきっと悟っている。今日はどんなお仕事でしょうね。仕事が来てみないとな。
急いで準備してくれ。いきなり来たか。急ぎの雑用らしいな。お兄様ったら。ジェイクさん、何かあったんですか？ルーンが見つかったそうだ。異様に大きいらしい。大きなルーンが？ルーンには関わらない方がいい。厄介に巻き込まれる。そうもいかんのだ。ルーンが見つかったあたりにやたらと魔物が出るらしい。魔物とルーンに関係がないか自警団に調べてほしいんだと。もう厄介の始まりか。魔物が出るとなったら放っとくわけにはいかないんでな。すまんが厄介に付き合ってくれ。はあ。あのお兄様、私も一緒に。セイラも来たい？いいですとも。いいわけないだろう。戦います。セイラの弓は頼りになるが、今回は戦いが目的じゃない。ルーンの様子を探りに行く偵察だ。少人数で行きたい。こらえてくれ。それにセーラーが一緒だと、いいとこ見せようと騒ぐのが。わかりました。よし、早速向かうぞ。ああ。セーラー、またな。お土産期待しててよ。さてはルーンを土産にする気か。行ってくる。はい。お気をつけてお兄様。私も戦えます。でかいルーンってどんだけでかいんだ？それをこれから確かめに行く。楽しみだな、兄貴。俺は別に。なんだよ、ちょっとは乗ってくれよな。兄貴だって毎日退屈してるより事件が起きた方が楽しいだろ。楽しい事件ならいいが、得体の知れないルーンのせいで何が起こるかわからないんだぞ。ルーンは魔物を引き寄せるみたいだしな、ろくなもんじゃなさそうだ。そうですけど。でもルーンを覗いたら不思議な景色が見えて面白いって言うし。お前ルーンを覗いたのか。おいおい、なんか見たのかよ。それが俺には何にも見えなくて。見えるやつと見えないやつがいるらしいな。兄貴はどうだった？ルーンを覗いてみたことあるんだろ？いや、全く。俺は何も見ていない。ルーンを覗くと映る景色か。噂によると大きな塔を建てたり、誰かが戦っていたり、いろんな場面があるんだって。
なぜそんなものが映るのか。さあな、ルーンの不思議な力ってことだろう。俺たち素人が考えてもわからんさ。ひょっとして大濁流の前のことが映ってるのかも。ああ、俺も見てみたいな。兄貴も興味が湧いてきた。余計関わりたくないな。素直じゃないな。これ以上なく素直な気持ちなんだが。そういえばセイラはどうなんだろう。ルーンに映る景色を見たことがあるのかな。そうな。じゃあ俺セイラに聞いてみる。お前しつこいぞ。話すぐらい別にいいだろ。ああ止めはしない。ただし後で覚えておけ。それ完全に脅してる。楽しそうだな二人とも。セイラがルーンの映像を見たのかどうか実は俺は知らなかった。ルーンを警戒していた割にセイラの行動を確かめてもいないとは我ながら抜けている。退屈でなまったな。あとちょっとで到着だな。大きいルーンなら俺にも何か見えるかな。どうせお前には見えないさ。でかいってことは力が強くて見えない人にも見えるんじゃないすか。なんだ当てずっぽうか。だがそんなに見たいものか。だって大濁流の前の景色が見えるかもしれないっすよ。みんなが忘れた過去を見てみたいじゃないですか。本当に過去がわかるのか。だから確かめてみたいんですって。確かにでかいルーンだな。このルーンが魔物を呼び寄せたと思うか。判断できないな。手がかりが足りない。で不思議な景色ってやつは見えたか。やっぱり俺には見えないや。兄貴はどう。なんか見えないか覗いてみてよ。お断りだ。なんだと。
何か見えた？あー、やっぱダメだったか。兄貴なら見えると思ったんだけどな。でも一緒で安心した。見えない同士仲良くしようぜ。俺が見たあの塔はみんなには見えていない。ルーンの光にすら気づいていない。他にも何かあるかもしれん。あたりを調べるぞ。はいよ。はい。ルーンが見せた塔の光景。世界のどこかで何かが動き出しているのか。だが、それが何だ。パラミティアという世界の都合に振り回されるつもりはない。俺は巻き込まれない。